分で学べるコード進行セクション頭にディミニッシュ切なさマックスの飛び道具編。こんにちは。今回はディミニッシュコードの意外な使い方、なんと使う場所はセクションの頭。トライトーンを持ったディミニッシュは一見曲の途中で使うのがセオリーに思えますが、実はこんな使い方ができますよというものをご紹介します。今回はこんなコード進行です。ポイントは4度始まりのセクションを作る、4度の前にルートを半音曲げたコードを作る。作り方は意外と簡単で、4度始まりの部分を半分に割ってルートを半音曲げれば OK。 4度が来るのが当たり前のところにフェイクを入れるようなイメージです。ディミニッシュはターンサンドたすターンサンドの組み合わせ、かつトライトーンを持っている特殊性があり、独特の緊張感を持っています。こちらを生かしつつ4度に落ち着くことで結果的に切なさへと昇華されるのがポイントです。バラード系なんかにもぴったりの進行ですよ。それでは実際のアレンジ例をお聴きください。頭にこのフェイクが来ることでキュッと締め付けられる感覚がしますよね。ターンサンドって基本暗い雰囲気って覚えることが多いですけど、切なさを描く際にも欠かせない要素だなと改めて思います。アニソン系切なポップロックをメインジャンルにしているので、もっともっと切なさを描くための音を研究していきたいなと若干脱線しましたが、ぜひ皆さんもこの進行来ると切なくなるというものがありましたらコメントで紹介いただければ幸いです。今回の楽曲は星砂時計と眠り姫の中に収録、現時点で暁教史上一番切ない楽曲だと思うので、夜空を見上げながらぜひ聴いてみてください。星祭りを